はい、こんにちは。草木です。入荷する監督キャリア始めていきます。初戦はヨーロッパリーグベスト32スポルティングリスボンとの試合です。この試合のチーム編成です。それでは試合をやっていきましょう。さあ、スポルティングとのトーナメント、ヨーロッパリーグの、まあさすがにトーナメントともなるとね、そこそこの相手になってくるわな。グループリーグとはさすがにちょっとレベルが違うわ。まあこうそれでもね、まだスポルティングぐらいだったらきっちり勝って余裕のセカンドリーグを迎えたい。控え中心だけどね、大丈夫なのか。やば、あっさりからしちゃった。クリントンまだなんとか、おお、クリア、うお、ぶんねえ。ロッキー、なぜかヘディングうまくいかなかった。出すよな、そこ絶対出すと思った。オッケー、ナイスクリア、よしよしよし、いいクリア。待てよ、どっち来る、どこ来る。サイドに、あ、サイドに投げな、流さないか、自分で行く。うお、マジか、持つね。うわ、マッチやられてない、いや、あぶねえ。サイドネットか、行き過ぎだわ。もっとサイドで裏抜けしてほしかった。裏抜けはいいけど、サイドで裏抜けしてほしいんだよな、中央じゃなくて。ミドル、うわー、マジか、意外と悪くなった。よし、勝った。サイド、よし、縦パス入れてワンツーで落として、いいパスとシュート。うーわ、コースでブロックされてたか。危ねえな、今のパスもさらっと危ないわ。サイド行くか、ここはちょっとシュート、よーし、叩き込んだ。よしよし、きっちり叩き込んだ。攻め続けた時間帯だったからね、いい形でやっと点取れた。サイドからのカットインからのコントロールシュート。 OKOK、 オーケーオーケー。さあ、ピサーロ、何ゴール。ピサーロも結構ヨーロッパリーグは点決めてるからな。5ゴール目をやっぱ点決めてるわ。はい、前半のうちに1点取れたのはマジで大きいよ。経験さ、よし、守りきる。よっしゃーい、ファビアンシュー、さすが。よし、後半はもうちょっと攻撃を活性化させたいな。ちょっとね、あんまりチャンスらしいチャンスないからな。ボールは持ってるけど。サイド、いいパス、デプランド・ウィリアムズとここだ。よーし、マジでいいパス来た。ここ切り返してニアだよ。よっしゃー、だいぶいい。ここ切り返してニアが空いたのを確認してきっちりニアを打ち抜く。だいぶ落ち着いてきた。よかった、ボール持って得点につながらなかったのがだんだんつながりだしたな。垣間見れるね、凄まじい遅さ。中央に当てて、オシアンいける、メルテンスー、よいしょ、3ゴール目。いやー、これはファーストレグで試合決着ついたかな。これいい形作れたな、うまくダイレクトで決めきったな。逆足でもさすがメルテンス、セカンドレグかなり余裕よ。攻撃はちょくちょく守備ミスとか、守備ミスだなっていうのはあるけど、守備ミスらしいミスすらないわ今日。来て、うわら、あと、うわあ、ダメか、もう終わりだな多分。よし、終わった、試合終了。これファーストレグでほぼほぼ試合決まっちゃったな。 3-0 はさすがに完勝と言っていいな。シュート本数少な、お互い全然シュート打ってないな。まあでも 3-0 だからな、終わってしまえば完勝やな。少ないシュートを全部決め切って相手をクリーンシート。まあでも今日本当危ないシーン最初の前半ちょっとあったけど、それ以降も1個もなかったもんな。全然怖くなかった、相手の攻撃、守備がすごい。はい、2試合目はリーグ7位のエバートン戦です。この試合のチーム編成です。それでは試合をやっていきます。さあ、リーグ7位のエバートン戦、ここはまあエバートンも結構強敵だからな。ビッグシックスに次ぐ順位だからな、かなり強いブル。さあ、リーグもなんとかまだ優勝を狙える順位だからね、なんとかトップに追いつけるように頑張るしかない。ここはじっくり作っていくか。いけるか、よし、いけたな、これは。よしよしよし、え、シュート、やっかー、勝てねえよな、これはさすがに。ここ、いけるか。あ、ポストかー、くっそ、いったかと思った。今のはいったかなって、てか、弾いたのか、触ったのか、あれのシュート。いや、めちゃくちゃいい。あー、でも、コースちょっと甘かったな。触ったのか。触ってポストか、くっそ。決まってもおかしくなかったな、分だけ、後悔が残るな。来たか、あー、近いか。近すぎるか、さすがに。サイド。待てよ。
そこ一回フェイク入れて、あー無理だこれ以上は下がろう。オッケー、トップ下落として、オッケー、ここからアクション、なんで開いてんの、やった、ええ、嘘でしょ、オッケー、うわ、オッケーオッケーオッケー、これは大丈夫、これはね、おお、そっち、やば、あーボランチ来たわ、え、終わった、いや、危ねえ、なんかやらっきー、スライディングしたからか今の、あー違う、今のはそっちじゃなかったんだけど、まあいいわ、まだキープしてる、よし来た、いや待て、これは、あーくそシュート、クソダメだな、クソミスった、今回は激しい、激しいけど硬い展開になってる、サイドが来るよな、うん、戻されるな、うわー、クソ、そっちか、 OK、ナイスブロック、あークリア、 OK、 クリアして、いやいやいや、なんでしよう、今離れたの、 OK、 カット、あー終わりか、前半終了、いやー硬い展開になった、2試合連発で前半は硬いな、まあジョエリントンがイエローをもらったぐらいか、前半あったこととすれば、おそらくセットプレーが続けばいずれ失点するんだよな、今はよくても、サイド、よし、いいパス通って、よし通った、あージョエリントンに出せばよかったな、いやこれシュートだろ、あーマジキャッチングかよ、よしジョエリントンに当てて、トップ下からサイド、よし空いてる、シュッと、あーダメ、真正面、それやめろ、よしここはサイドが大事、一番サイドが大事、究極クロス上げられなければ何の問題も、うわ上がっちゃう、うわキーパーのいいセーブ、あーそんなところでカットされたらあかんって、なんで弱いパスにしちゃうのか、うーわこれ間に合わない、間に合わないやつだ、うわまた、うわナイキーデュブラフかって思ったより危ねー、さああシュート、うわ惜しい、マジかよ、ミドルもダメか、中央ここで、ああダメだ、パス出すね、くっそサイドしかねえな、こうサイドが一番安全だからな、ここシュ、いや見えた、よっしゃ、わマジか、ナイスミドルだった、あーサイドに行ったんだぞ、最後、ああボランチに戻して縦パスシュート、ああくっそマジか、あダメか、こぼれないか、もうダメだ、引き分け、いや守備は良かったんだけどな、1点も決まらねえか、あのサンマクシマの前半のチャンスがもう最大で最後だったな、いやこれはセービング合戦になってしまった、いやでも攻めてんのめちゃくちゃこっちじゃん、これ勝たなあかん試合だったな、やっぱこういう試合としていくとやっぱ優勝は厳しくなっちゃうよ。3試合目はヨーロッパリーグベスト32セカンドレグスポルティング戦です。この試合のチーム編成です。それでは試合をやっていきましょう。さあスポルティングとのホームでのセカンドレグ、まあこの試合はね初戦で 3-0 で勝ってるとはいえ、まあさすがに2試合目もね負けて変に流れ悪くするよりかは勝った方がいいでしょう。まあある程度はねちょっと、さあデストが上がりつつ、いけ、よーしいいパス、さあここのチャンスを生かしきりたいんだよな、さっきから、いやもうバカ、オシアン、ああオシアンに出したんだけど、まあいいわ通ったんならそこまで悪いことでもない、いやーかわし、いやーかわしきれねえ、クソが、うえ、よーめっちゃ、いやえ誰も来なかった、なぜか、あのクロスで決まるんかい、謎だわ、でも正直サイドからとりあえずやけくそでクロス上げたんだけど、これはもうめちゃくちゃいたから、そしたらなんかめっちゃいいところに行って、そなおかつピサーロ走り込んでるっていう、いやピサーロ最高だわ、普通にベスメンでも出せるクラスだしな、よし、いやーこれオフな気がする、シュート、よーしやべー、あっさり2点目、1点取ったら一瞬だわ、なんでこの1点取ったら最高2点目取れる現象なんなんやろうな、2000合計4ゴール1点一瞬で増やした、これオフかと思ったけどな、本当出した瞬間は一体調子ついて決めると、あとはもうこの試合クリーンシートで終わるかどうかや、ピサーロこれで7ゴール目のはず、あ8ゴール目だった、さっきの
計算に入れてなかったか。追いつくか、まさかのピサロ。あー、いい前半終了。いやー、ちょっと前半終了間際までは待て、硬い展開になったなと思ったけど、一瞬だったな、あのクロスからのボレーから。まあ、後半もこの試合ができるといいな。前半と同じ調子で、このいかに相手をゼロに抑えるかっていうところ。ボス、ほいポスト裏、よし空いてる。よーし、これはしっかり見てた。どうするか。マイナス思い切って押しやん。うわ、マジか、ダメか。いや、見てたんだけどな。と変えたくないしね。サイドバック、うちのチームじゃあんまり疲れないポジションだから。セベ、よし、いい形、トップしたと。トップが縦関係だといいけど、ナイスパースよ。めっちゃ釣り決まった。3点目。いやー、完勝、2戦連続完勝かな、これ。スポルティングにいいパス、そしてタイミングベストだったな。ヒールで後ろ足で少しトラップしてね、後ろ足のワントラップからの、まあ、きっちり四隅をつくと。まあ、あの形になりゃね、あと決めるだけだもん。1対1だからね。ドリース・メルテンス、何ゴール？あ、11ゴール。あ、12ゴールまだ行ってなかったんだ。あー、かわせないな、こいつ。くそー、かわして。今週決めたかったな、今の形。普通にコントロールシュートの形だったから決めたかったか。ある、よし、カムラシュート。あー、くそ、ダイレクトだったらなと思ったけど、イギーチータクラと思ったらお前も外すんかい。そしてクリントン、また素晴らしい。いいね、ダイレクト。ヒュー、シュート。あー、ダメかー。終わったー、試合終了。いやー、まあただ 3-0 か。しかもまたピサーロフ2点決めて、メルテンス1点決めるという全く同じ得点構成。2試合連続で完璧な完勝、すげえな。いやー、に、え、てかやば、今日マジな完勝じゃん。シュート1本も打たせてないんだけど、完勝とかいう次元を超えてるわ今日。いやー、マジ2試合目の方がいいっていうのもすごいな。1試合目あれでも十分すげえ良かったのに。4試合目は FA カップ5回戦リバプール戦です。この試合のチーム編成です。それでは試合をやっていきましょう。さあ、FA カップの試合とはいえ、リーグ戦首位のリバプールとの試合だからな。ここは一発勝っておいてね、いい印象を残してリーグ戦に行きたい。てか、もうベスト16なのか、FA カップも。FA カップ負けたら再試合とかだからな、マジでやりたくねえよ。うわ、フィルミーノじゃん。過去3試合6ゴールってどういうことだよ。さあ、リバプール戦、開幕キックオフと、勝つ。あー、てか、まあ、そもそもリバプールに正直そんな相性悪いチームではないんだけど、うちのチーム。シュート、よっしゃ、決勝、ダメか。さすがにちょっと距離あったね。だからな。あんまり揺らしてるとあっさり失点しちゃうからね。やっぱ先に失点しちゃうとは相当やりづらさ感じるから。いや、マジか。嘘でしょ。あっさりとかいう次元じゃないわ、今マジで。一瞬だったわ。ポンポンってくっそあっさりやられた。フィルミーノのパスだよな、これ。いや、でもこのフィルミーノうまかったな。アランに決められた FA カップ、すごい、やべえ。まあ、こういう試合にはなるか。リバプールとの試合だし。ここ3試合連続でクリーンシートだったのがついに終わってしまった。まあ、4試合目もクリーンシートになるとは思わんかったけど。まあ、とはいえ、こうなった以上も点取るしかない。やばい、きれい。うわー、シューバー来た。ナイス。シュート、シャワンシー。触るか、さすがに。これでいい。よし。危ねえ。よーし、いいパス、3マッチマン。シュート。あー、浮くか、くそ。いきなり3回チャンス作って外してる全部。次すぎるとこいつら一番聞けないってなんで、危険な相手だからな。よー、いいパス、ジョエリントン。切り返して。オッケー、シュート。よーし、ナイスフェイク。ワンフェイクからの1点、ジョエリントン、エースだね、さすが。ここ切り返して、そしてここのもう一回切り返してシュート。いや、強いわジョエリントン。多少押されてる程度関係なしに、ファンダイクめっちゃ寄せてきてるけど関係なしに決める。さあ、どうなるかな。この子からだよ、まだまだ試合は。いや、やべえ、あー、やられた。いや、ナイスブロック。いや、ナイス、クリア、クリア、クリア、オッケー、クリアでいく。サイド、よし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 、通し切った。ここザニオルなんだよね。そしてシュートなんだよね。よし、1点。ジョエリントンを取りに使ってね、抜け出してきたザニオルを使った。ジョエリントン、ここ走ってファンダイクを引きつけて、そして完璧にフリーなザニオルを最後決めるという。まあ、でも、マンシーもそんなにきつくないか。
まあでもそれ以外の強豪は大体怖いな。トッテナムもなんかラッキーで勝った感じだったし今回。ナイスキープザニオロ。よし、そしてヒール、ナイスヒール。そしてさらにシュート。あーダメか。まあまあまあ続けると絶対スチクってどっかで奪われるから、もうとにかく前に前にガンガン行く。これがリバプール戦の鉄則で、ここで空いてる選手に出して、その1回なんだよね。そしてブリン、さあ行こう。ナイス。いやこれ狙い通りだったな本当。チャパレンコに出して、そしておそらくディフェンダー寄ってくるからゾブニーに出してダイレクトと狙ってた形をちゃんとできた。でダイレクトだったらな、アリソンもこれ逆突かれたら無理だろうからね、さすがにこれは厳しいよ、いくらアリソンといえど。カップ戦だからね、後半ある程度ちょっと控え投入するのもありかもね。サンマクシマ、よし、1。さあサイドバックが戻りきれてないところを一人で貫くと。よし、ここはい、OK、4点目完璧。完全にもうかもじゃん、リバプール完璧な形だった。カウンターもここでまあもう一回持ち込ん、そうもう完全に2対1だった。ここ真ん中いなさすぎでしょと思って、ジョエリントに通ったとしても点だったからな。これさすがにこれはフリーにさせすぎよ、ザニオロいくらなんでも。4-1か、空いてる空いてる。あー、サンマクシマに出すのもありだった。ここもしかじゃね、サイドバック持ちいくわ。ありがとう。だけどこれオフじゃね、多分オフだよなこれ。ありがたいけどオフサイドなんだよな、くっそ。てかサイドバックのオーバーラップエグすぎでしょ。サンマクシマンも上がってんのに、文字がとんでもねえ位置に上がってたぞ。カットゾブニン、今日いいな、ゾブニン攻守に効いてる。よーし、そしてナイスパス、ザニオロと OK。 さあアルミノ、はい5点目、ロスタイムに5点目。正直アルミノへのパスはオフサイドだと思った。通るんかい、オフサイドじゃないんかいと思ったけど、ここもね、まあ結局同じ形よね。さあ後ろから上がってくる、でアルミノに出すと、さあアルミノも1ゴール。さあ前半だけで 5-1、 終わりだね、前半終了。いやここまで一方的な試合久々だわ。先制点こそ取られたんだけどな、先制点取られた時は正直もっと激しい展開になると思ったけど、一方的だな。さあこっち後半も開始と、まあただ後半はある程度メンバー下げようか。次ハイカット、ありがとう。サイドバック上がれと見せかけて中央、そしてジョエリントンとシュートと落ち着いて6点目。いやもう完璧だったね。中盤ゾブに余裕があったから、オフサイドポジションから戻ってくるジョエリントンも確認できたしね。もうさあどうなるかね。6対1もマジリバプール本当、直接対決だったら絶対リーグ1位なんだけどな。何しとんねんだから、そういう気の緩みが分かんないよお前。俺結構気緩むからな、平気で気緩んでるわいつも。シュート、あっ惜しい。よっしゃい、ありがとう。はい、じゃあもう前進、それはもう前進。シュート、よし。いやマジかー、くそ止めるんだい、嫌です。うお高か、勝てる。よおお、きたー、板倉やばくね。板倉急に点取り出したな。てかセットプレーやっぱ強えな、ジョエリンだったっけ。そして板倉がこぼれ球を押し込むという。さあ板倉も2ゴール、 FA カップ。1人ぐらいハットトリックしてそうなもんなのにな。いやーマジかよ匠。サイドブロック、クロス上げさせんぞ、そう簡単に匠。うわー OK、 ナイスキッチー、ディブラ。いやー難しいな、この辺のディフェンスほんと難しい。ドリブル積極しに仕掛けてくるやつだな。このファイナルサードで守備ってマジで難しいのよ。もう出せないか、押しやん、もうちょっと頑張ってくれ。やべ、ああっさり行きすぎだ、あっさりかけすぎだ。うわー近い、チャンバレン、ナイスシュートでも防ぐ。ちょっと押され出したらさすがにメンツ落としたら、やっぱ主力が強いんだな。うーえ、ファンダイクの高さよ。いやー、なか難しい。いやーし、負けた。負けたじゃねえよ。負けてねえよ。なんで負けたって言ったんだよ。いや、確かに最後のデュエルは負けたけど、そういう意味じゃねえよ。大勝でしょ。よーし、負けたってすげえ発言だわ。シュート19本。今シーズン最多クラスじゃないかな、こんだけシュート打った試合は。7対1。まあ、リバプールとは相性いいね。リーグ戦もこの調子で勝てればね、まだ優勝の目はあると思う。はい、ということで今回の動画はここまでです。それではご視聴ありがとうございました。